sound of a kiss we stole from the night. The self-rising heartbeats of love at first sight. Perfume is drifting in the... 19, 18, 17, 16すごいよ。このパブロパリっていうの多分なんかあれだよね。そうだね、きっとなんかのこれもじゃないの。そうだね。外がね、はい、ありがとうございます。いっぱいたくさん飲みやすい。はい、でははい、改め直していただきますか。いただきましょう。美味しそう。いただき、すっごい美味しそう。ね、なんか卵？卵だね。ね、このままいっちゃおう。お、美味しそう。このままいっちゃう。美味しい。鶏だよね。鶏。この泡と一緒にふわふわ。と、うん、やばい、うん。うわ、絶対やばいでしょそれ。うまそうすぎる。鶏と食べた方がいい。それ美味しいよ。鍋で米くん。前撮りもありましたし。ドイツに行ったりね。いろいろね。どうですか。この新婚旅行。旅行。楽しかったんですよ。楽しかったですか。最終日の夜ですが。帰りたくない。ね、振り返ってみて、一番楽しかった思い出は何ですか。楽しかった思い出。一番楽しかった日、もしくはこと。でも飲みの市楽しかったね。飲みの市。でもやっぱり一番最初はやっぱ新鮮だったよ、ね。プリニャン。プリニャン。本当ですか。あんだけ怖そうなところを通ったあれが。ああ、でもあれもなんかまた洗礼を受けた感じが。旅って感じがして。でもなんか買った充実度としてはバンブの方が。バンブ。バンブやっぱ良かった。面白かったかな。あの青空感が幸せだなって。確かに。指輪とあとスカーフは。今日はしてない。今日はその間にしてる。あ、なるほど。あの青空の人もとさん歩いていくっていうのがね、もう海外っていう。だね、パリの飲みの市って感じしましたよね、あれは。なんか昨日みたいな飲み歩き、うん、飲み歩きも楽しかったね、すごく。そうですよね。ワインバーを飲み歩くのが良かった。良かったですよ。逆に最悪だなっていう思い出は。最悪だね、うん、1日目じゃないでしょうか。やっぱりそうですか。これはやっぱり2人とも口を揃えて言うんじゃないですか。人生でナンバー3には入る。やっぱサプライズが過ぎる。サプライズが過ぎるよね。過ぎる過ぎる過ぎる。いや、フランスにね来るってなったらね、ある程度のことは覚悟します。ハプニングはね、ストライキがね。ストライキ、あ、そうですね、暴動とかありましたしね。そうですね、トロが動かないとか、まあ、時間に遅れる、もう全然。ただし、宿泊施設を用意できないっていうのはかなりのサプライズ。それがしかも6時半ぐらいの出来事ですもんね。しかも一番大事な宿泊施設だったじゃないですか。そうですね、今回前撮りの撮影も兼ねた宿泊施設でしたから、私たちかなり、じゃあ先生の最高は。あ、私の最高、最高の瞬間は何でした。私の最高の瞬間は、まあちょっと申し訳ない、ちょっとがっかりするかもしれませんが、え、私やっぱりゴルフスモークで
日本の試合を見れたことない。それ以外、それ以外。なんでよ。それはだって当たり前じゃん。で、私だってそれが結構良かった。良かった。ちょっと待って、今それ以外用意しなかった。だって新婚旅行だよ。一番だ。じゃあやっぱブリュッセルの。うん、そうね。なんかやっぱり広場で音楽を聴いてるところがやっぱり一番分かる。どこだったか分かったかな。分かります。なんだろう、パリに比べてああいう広場がちょっと多かったね。うん。はい、ありがとうございます。こちらは鈴木のコアレでモンサンミシェルさんのヌルガイの。バカソースで、はい、最近食べます。おいしい。ヌール。おいしい。続きだけいった。うん、おいしい、うん、市場ナンバーワンヌール貝も超おいしい。うまいね。大変だったけどさ、うん、前撮りの3日間まあ4日間か、うん、はもうピーカンバレだったじゃないですか。ピーカンでしたね。でしかも全部こう撮りたいところが全部撮れたじゃん。抑えれました、ね、ロケハンでモンマートルを外したおかげで、うんマレが取れた。マレが取れたりして、はい、前撮りは完璧でしょ。だからその代償で宿がなくなったんだと思う。いや、そうですな。雲なかったもんな、マジで。あった、3日間、4日間なかったよ。多分結構異常気象で。異常気象、この時期にしては。だって今の気温は普通だよね。雲もあって、ちょっと曇り気味で、まあこの23度ぐらい、うん、てかそのつもりで靴も用意してきたし、別に誰かに評価されることじゃないから、我々にとってはやはりこれは最高の、人生で一番の贅沢で出来事だった。幸せな瞬間ですよ。だってその幸せな瞬間があの枚数残るってことですから、あれをどう残すかの方が。いやだよね。それも大事ですよね。やっぱりさ、台無しにしたくないから、うん、それをしっかり残したい。あ、まずそこの感想、初めての海外どうでした？先生がとっても頼りに。ありがとうございます。頼りのた、モデラです。頼りのた、何も入ってないけど、モデラの何も入ってませんね。びっくりするぐらい何も入ってません、ね、はい、先生のフランス語も良かったですよ。私は何の力にもなれました。先生のやっぱ単語一つ一つを振り絞る感じ。感情込めて言いたいじゃないですか。そこが全然ダメです。久しぶりでした、留学以来の、 伝えたいことが伝えられないことです。悔しい。悔しい。じゃあフランス語を勉強してまた来よう。勉強する。おいしそうだね。黒ごまのなんかプリンみたいな、なんだろうこれ。ブランマンジェです。あ、これがこれもブランマンジェ。これがブランマンジェですよ。これは何？泡です。泡なんだ、やばい。牛乳の泡のソースが美味しい。美味しいんだ。ブランマンジェって美味しい、うん、黒ごまと美味しい。黒ごま美味しいね。じゃあ、え、締めたくないの？なんだかんだ足を回すからね。これで終わりじゃないですか。夜は最後。夜は最後だね。機内が待ってるよ。ヘロヘロの機内。いや、幸せでしたね。いい新婚旅行だったかい？パッとちょっと泣かないでもらっていいですか？なんで質問しただけなのに。
いや、思い出のパリに旦那さんとかのことができて幸せでした。幸せでした。ビールも一緒にいてくれてありがとう。You're welcome。 こちらこそでございます。深かったです。ありがとうございます。今回の旅で何度も泣いたことでしょう。いや本当にそう。山あり谷あり、いい旅行でした。ありがとうございました。皆さんこうやって新婚は愛を深めていくもんですよ。そうですね、絆と愛が深まりました。深まりましたね。まあ人によっては傷が深まる可能性もありますが、我々の場合はやっぱ愛を深めたと。浅くするものではないですかね。やっぱり確実にやった方がいいものですね。さらに深くなりました、それでは皆さん、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。我々は帰ってパッキングをだってあの荷物をどう。ということでパッキング完了、お疲れ様でした。帰りましょうか。寂しいですが、あのカバンを下に下ろすのが一番しんどいです。3回でこれ最終日やっぱこれ最高ですね。うん、諦めなくてよかった。ねえ、ちょっと時間が危ないと思って、あれだったけど。